はい、どうも、マケです。本日はサンフランシスコ国際空港に来ています。で、空港から市内の行き方について案内したいと思うんですが、今回は配車アプリのリフトっていうのを使って市内の方まで行きたいと思います。前回ね、ウーバーっていう配車アプリを使ったんですけど、今回はね、リフトっていう配車アプリを使ってみたいと思います。で、どこのターミナルで、かつどのドアかっていうのまでアプリ上で設定できるので、それをしっかり設定してください。ちなみに基本的にシェアライド系はデパーチャーのレベルにあります。デパーチャー出発ロビーのところに来てくれます。到着ロビーじゃなくて出発ロビーなので、そこは気をつけてください。はい、でアメリカの空港、まあサンフランシスコの空港なんですが、こうやってね、ターミナル番号、ここかな、あっちターミナル3で、ここはターミナル2で、ターミナル2の中のさらにここに番号ありますね。ドアの番号なんですけど、後ろが5番で、今僕がいるところが4番見えるかな、今僕がいるところが4番です。なんで僕はターミナル2の4で待ってるっていうのをアプリ上で設定してます。で、ドライバーの方もターミナル2の出発ロビーのドア4に迎えに来てくれるっていう感じです。前回僕ね、全然気づかなくて、到着ロビーで来ねえな来ねえなって待ってて全然来なかったんですよ。で、何人も他のアメリカ人の方だったり他の旅行者が、まあ、来なくね、ウーバー来なくねとか言ってたんですけど、本当は到着ロビーじゃなくて出発ロビーです。そこだけ気をつけてください。来ました。はい、アキラ、Thank youGood, how are you? Good, nice day. It's been raining in San Francisco. Yeah, yeah. Right. It's been nice for a couple of days, or it was raining for like a whole month.無事にサンフランシスコのダウンタウンに到着しました。リフトの乗り方はこんな感じです。ではまた、ボンボヤージュ、バイバイ。